こんにちは、ボイストレーナーの千尋です。本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、あまり口を開けずに歌う練習方法についてお伝えしていきたいと思います。まあ、歌をですね、歌うときに、口を大きく開けて歌いましょうなんていうことを、言われた経験もある方も多いんじゃないかと思うんですけれども、まあ、確かにこう口を大きく開けて歌うとですね、それだけこう声のボリュームであったりとか、あとは響きとかもですね、響きやすくなりますので、まあ、もちろんこう歌うときは口を大きく開けるというのは正しいことなんですが、ただですね、こう口をこう開けすぎて、顎とかこう喉とかにこう余計な力みを使ってしまう方も結構多いんですね。なので、力みを取ってしっかり歌うっていうことを意識するためにですね、この口をあまり動かさずに歌うっていう練習方法が非常に効果的になりますので、まあ、皆さんにもお伝えしていきたいなと思います。やっぱり結構レッスンをしていてですね、こう喉声になってしまう人のほとんどがですね、一生懸命歌いすぎてしまうんですね。で、一生懸命歌いすぎてしまうと何が起こるかというと、先ほどお伝えしたみたいな、まあ、喉の力みであったり、あとベロとかですね、口、この表情筋とかですね、このあたりの力みにつながっていってしまって、結局は肩とか、胸とかの力みにもつながっていくんですね。そうするとですね、どうしても喉声になってしまうんですね。例えばですね、これ最後の雨、という曲のサビ部分なんですけれども、例えば喉声になってしまう方は本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしない、こんな感じでこうすごく、しんどくなってしまうんですね。なんですけれども、あまりこう口を動かさずに歌ってみたいと思います。本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしない、こんな感じになります。ものすごくこう口の力みをですね、入れるのではなくて逆に取っていくっていう方法ですね。これなぜこういうことをやるかと言いますと、しっかりですね、力を抜いて声を出せている時っていうのはですね、この口の周りの力みもない状態なんですね。なので極論に言うとですね、口をあまり動かさなくても歌を歌える状態を作れるということがすごく大事になってきます。なので、口の力を抜いてしっかり歌えるかどうかっていうのを毎回毎回ですね、練習曲のたびに試していくっていうのがすごく大事な練習方法になりますので、ぜひ試してみてください。まあ、喉声になってしまう人は特にですね、これをやっていただいた方がいいかなと思います。で、口を酸っぱくして言っときますけれども、口を大きく開けて歌うことが悪いというわけではなくて、あくまでも最終的にはそういうふうに口を大きく開けて歌うっていうことをしていただきたいんですけれども、ただ喉声になってしまいやすい方はまず1回ですね、口の大きさ、まあ、口の力みをしっかり抜いた状態で歌えるようにするためにですね、まずは口をそんなに動かさなくても歌える状態というのを作るということが大事だというふうに考えてください。それでは本日は口をあまり開けずに歌う方法、練習方法とその効果についてお伝えさせていただきました。ご視聴どうもありがとうございました。